サバヒーはネズミギスモクサバヒーアモクサバヒーカサバヒー族に属する魚。実がミルクのように白い色をしていることから英語ではミルクフィッシュと呼ばれている。サバヒーカ唯一の種である。サバヒーは主にインド洋から西太平洋の熱帯及び亜熱帯水域に広く生息している。形態的にはニシンやイワシの仲間に比較的近い。生魚の体調は 通常1メートル前後であるが、自然の状態では、最大1.7メートルほどにまで達するものも中には、ある。ほっそりした体型で、尾ひれの切れ込みが深く、両派が細長くなっている。卵巣、軽巣、緑巣など藻類を主な餌にしており、口が小さく葉はない。海水魚であるが、公園性で河川のような淡水域でも、生息可能である。このため、 通常は沿岸部に生息しているが、川口部などの汽水域や、時に河川などの淡水域に侵入してくることもある。普段は群れを作らず深いところを泳いでおり、漁網にかかることが少ないため、天然魚を目にする機会はあまりない。産卵期になると、台湾の南部海岸一帯などに、稚魚の群が退去して押し寄せてくるといった習性がある、ことでも知られている。日本では、 沖縄近海に迷い込んだ例が報告されている。群れで泳ぐサバヒーの幼魚、サバヒーは、白身目魚を台湾語読みした、ハクワーザ、サットバ、ケヒーの名前である。名前の由来について、アダチ林業町、アジア海道機構では、この魚の両目が脂肪性の膜で覆われているため、もともとは、サイメ魚と呼び習わしていたものが、後に同じ音である。 白身目魚の字が当てられるようになったという説が紹介されている。なお一般には、定成功がこの魚を初めて食べた時に、あまりの美味しさに、先週なまりの台湾語で、何という魚かと質問したのを、地元の人が、サバヒーと聞き間違えたことが、名前の由来となったといった俗説も広くルフしているようである。台湾では、大衆魚として、 古くから親しまれており、国生魚、アビラ魚、アサシラミメ、海藻魚などの別名でも呼ばれている。なお、バシー海峡を挟んだ隣国のフィリピンでも、国魚と呼ばれるほどよく食べられている。タガログ語では、バングス、インドネシア語及び、マレーシア語、オランダ語では、バンデン、ハワイ語では、アワイコールアワと呼ばれる。サバヒーは、 産卵期になると台湾の南部海岸一帯などに稚魚の群が退去して押し寄せてくるためその稚魚を捕獲して養殖することが古くから行われてきた。日本統治時代の20世紀初頭には養殖水産物の85%終戦時から中華民国統治時代初期にあたる1940年代後半には養殖魚の60%近くを サバヒーが占めていたという記録も残っている。現在でも、ウリン県、カヨシ県、台南県、高尾県など中部から南部にかけての県では、サバヒーの養殖が盛んに行われており、単一の魚種では世界一の養殖量とも言われている。なお、1979年には、稚魚の人口負荷にも成功し、1984年から稚魚の量産が行われている。 養殖地を紹介したパネル養殖方法としては、浅水式と深見式の二通りがある。古くから行われてきたのは浅水式の養殖であり、水深30から50センチメートルの養殖地の中で、まず小麦や米ぬかなどを用いて、サバヒーの餌となる藻類を培養し、それで養魚を育てるといった方法が取られる。成長は比較的早く、 稚魚の養殖を始めてから5から6ヶ月ほどで出荷可能な大きさになる。出荷の最盛期は8月である。なお、餌となる藻類の培養のため、かつては養殖地に直接人糞を撒いたりしていたこともあった。浅水式養殖は養殖方法としては比較的簡便であるが、その一方で気候の変化を受けやすく、冬季に寒波の影響を受けて水温が下がり、 養殖魚が大量に死ぬことがあること、単位面積あたりの収穫量が低いことなどの難点もある。このため、近年では、水深1.5から2メートルの養殖地を用いる深見式の養殖も行われるようになってきた。この方式だと陶器でも水温があまり下がらず、また、浅水式に比べて、単位面積あたりの収穫量を1.5倍程度にできることなどの利点がある。 ただし、池の底まで日光が届かず、餌となる藻類を育てることができないため、この方式による場合には、人工飼料の給仕が必要となる。深み式の養殖が盛んなのは、高尾県である。台湾では、大衆魚として人気のあったサバヒーも、人々の生活水準の向上に伴って、近年は高級魚に押され気味であり、 卸値が一気に約70元前後と過去の半値近くの値段で取引されている。このため養殖業者の中にはサバヒーの養殖を諦めてエビやクロダイなど高付加価値の魚に切り替えるものも多い。サバヒーは低温に弱く水温が摂氏10度以下になると被害が出始め摂氏8度以下となるとほとんどが死んでしまう。このため年によっては 寒波の影響で養殖魚が大量に死ぬといった被害が出ることもある。最近では2004年及び2005年の旧正月頃にそれぞれ200万匹及び100万匹が投資する被害が出た。通常、サバヒーの値段は比較的安定しているがそのような時には値段が高騰することもあり2000年の冬にもそのような被害の結果サバヒーの値段が 普段の3倍くらいにまで跳ね上がったことが報道された。なお、台湾以外に、フィリピンなどでもサバヒーの養殖が行われている。日本では食用にはされていないが、近年では、カツオの一本釣りの餌としての養殖が始まっており、良好な結果を得ている。魚原城サバヒーは、台湾やフィリピン、インドネシアなどの東南アジア諸国では、 ポピュラーな大衆魚であり、料理方法も国によって様々なバリエーションがある。身は淡白だがパサパサしており、小骨が多いといった特徴があるため、台湾では一般にサバヒー状やサバヒーの肉、団子入りスープなどの料理方法で供されることが多い。中でも台南地区のサバヒー状は特に有名である。サバヒー状は頭を取り小骨を抜いたサバヒーのみ。 または細かく切った切り身を煮込んだものを白飯に乗せ、これにいった小粒のカキと、各種薬味と一緒に煮込んだとろみのあるスープをかけ、刻みネギや海苔を散らして、錠として食べるものである。また、これに、油錠を浸して食べる方法も広く取られている。煮込んだサバヒーの実は、ちょうど油の乗ったサバを煮込んだような食感であり、味は淡白で、日本人の口にも合う。フィリピン。 サバヒーの構想焼きサバヒーの実は傷みやすいため、通常は市場で買い付けたものをなるべく早く新鮮なうちに調理して食べてしまう。一般には朝食の材料として食べられることが多いようである。台南や高尾などには多くのサバヒー乗専門店がいくつもあり、出勤途上にバイクでカユ屋に乗り付けた人々がカユをする姿は台湾南部の朝の風物詩にもなっている。 名店は、また、工業的には、缶詰や電部等にも加工されており、台湾ではトマト煮の缶詰がよく売られている。台南には身を練り込んだ、アイスキャンディーを売っている店がある。フィリピンでは、サバヒーの腹に香草を詰めて焼く香草焼き、煮物、揚げ物、燻製、春巻きなどにされる。ありがとうございます。